漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて 5.5 周年ガチャもすべてが出揃いましたということで、今回は 5.5 周年のガチャでどれを引くべきかのまとめをやってまいります。しかしまあ人によってプレイスタイルというもんがありますので、あくまで一ライトユーザーの個人的意見として参考程度に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは 5.5 周年ガチャ総まとめ。行くぞ！というわけでまずは優先的に回しておきたいガチャのお話から、私的優先度高めのガチャは第1弾で実装されましたカタリナ編。この中で確保しておきたいのはエレンでございますな。エレンは残カダ攻撃で発動するアビリティを味方全員に付与することが可能。残カダ攻撃をすることが前提ではありますが、アタッカーとしてだけでなくサポーター、デバッファーとして高難度攻略で活躍できます。そして新スタイルの追加が多くないオノスタイルというのも良き。高難度ではインフレに飲まれて出番がなくなるという可能性がありますが、現登場では長い期間にわたって活躍してくれることでしょう。あとは副産物でカタリナとトーマスが引ければといった感じですかね。カタリナは現登場や弱点がつける高難度で、トーマスは現登場や短期戦で活躍してくれます。続きまして 5.5 周年当日に実装されました気八編。この中で確保しておきたいスタイルはアーニャですな。アーニャは超長期戦でのサポートに特化したスタイル。第4弾で破壊するものの超高難度コンテンツが実装されまして、ようやくアーニャが活躍できるクエストが登場でございますな。ただそのうちインフレして超長期戦でなくても討伐できるようになるかと思いますので、楽に勝てるようになってから攻略するという方にとっては不要かと。今後も超長期戦のコンテンツは実装されるでしょうが、その頃にはインフレして使い物にならないようになってるでしょうしね。あとは気八も確保しておきたいところですな。連撃数は過去の気八に劣るものの過去スタイルに比べて使いやすくなりまして、アタッカーとしてだけでなくサポーターにジャマーもこなせるスタイルでございます。あとは副産物でリズが引ければ現登場で活躍してくれることでしょう。ここからは先ほどのガチャより優先度は低めですが、余裕があるならば引いておいていいと思うガチャのご紹介。まずは 5.5 周年当日に実装されましたリアム編。まずはリアムくん、定期的に補助技を使ってリロードする必要がありますが、1ターンに最大で12連撃できる銃の効果力アタッカー。打属性防御弱化を付与できますので打弱点の高難度で活躍してくれます。直近では螺旋回廊330回攻略でのメインアタッカーとして活躍してましたな。新スタイル追加が微妙な銃のメインアタッカーとして確保しておいて損はないかと思います。続きまして司令。攻撃強化に防御強化、BP サポートと高難度でのサポーターとして活躍できるだけでなく、精神デバッファーとして状態異常必須の現登場でも活躍してくれます。続きまして 5.5 周年第1弾のサラ編。サラ、モニカ、ミカエルは現登場での戦力が不足しているならば確保しておきたいところ、突用キャパ接待のクエストが来ればサラとモニカは活躍してくれることでしょう。ユリアンは短期戦用のカウンターアタッカーとして優秀ではありますが、他3名を狙う副産物で引ければラッキーといった感じですかね。ここからはさらに優先度が下がりまして第2弾の少年編。こちらでは長期戦特化のアタッカーとして実装された少年がおすすめですな。ただ、アタッカーはインフレの波に特に飲まれやすいので無理に確保する必要はなし。あとは杖の精神デバフ役が欲しいならボルカの、槍のアタッカーが欲しいならシャール、霊キャパメンバーを揃えたいならウンディーネやミューズを確保といった感じです。続きまして第3弾のボストン編。こちらはコンボの現登場特化のスタイルが欲しいならバゾー、霊キャパのメンバーが欲しいならボストンと雪だるま、インキャパのメンバーが欲しいならレオニード、槍の全体カウンター役が欲しいなら妖精といった感じ。ただ基本他のスタイルありきな性能ですので優先度は低めです。最後に第4弾の4魔貴族編。他のガチャより期間長めな上に属性パ運用が基本のスタイルがメインですので、5.5 周年のガチャの引き次第で引きに行くといった感じですかね。というのが 5.5 周年で実装されたガチャの私の感想でございました。最後に簡単にまとめますと、こんな感じでございますな。
となんやかんや申し上げてまいりましたが、カタリナ編とキハチ編を回したらあとはお好みのキャラを引きに行くなりジュエルを温存するなりでいいかと思います。まあこれらのガチャの開催期間は7月2日4時まで、7月1日の生放送終わりにガチャを回しても十分間に合いますので、まだ引くかどうか迷われているという方は生放送終わりまで様子見しながら、どれを引くべきかご検討いただければ良いかと思います。以上、5.5 周年ガチャの私的総まとめでございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。